こんにちは、こんばんは。あるいはおはようございます。ビビです。今日はフィッシングプラネットの餌釣り、これについてちょっと深く考察していこうかなと思います。よろしければお付き合いください。さて、このフィッシングプラネット、いろいろな釣りがあるんですけれども、餌釣りで、餌釣りっていうことになると、代表的なところで浮き釣り、そして、このゲームで言えば、あとボトムフィッシング、それからフィーダーフィッシング、そしてカープフィッシング。これらが餌釣りになるんですけれども、まず浮き釣り、これからね、ご説明していきます。浮き釣りの竿っていうのは2種類ありまして、テレスコピックロッド、そしてマッチロッド、この2種類がございます。でね、テレスコピックっていうのが、ちょっと見てみますけど、太い筒の中に、細い筒を入れて、その細い筒の中にまたさらに細い筒を入れてっていう感じで、収納が非常にコンパクトで、コンパクトにできるから、バッグに入れたりしてね、釣り場に持っていくことが可能な竿で、こちらはですね、小物釣り用の竿、浮き釣り、上位盤と下位盤がありまして、小物釣り用の浮き釣り竿と大物釣り用の浮き釣り竿があって、テレスコピックは小物釣り用になります。でね、このテレスコピックの竿、非常に長いのが特徴なんですけれども、長いですが、非常にしなやかな竿で、ちょっとね、弱いんですよ。柔らかと申しましょうか。だから、遠投するためには重たいね、浮きであるとか重りであるものを遠心力で遠くに飛ばすんですけど、テレスコピックは柔らかい竿なので、遠投できないんですよ。長いくせに。それをちょっと覚えておいてください。まず、浮き釣り用の竿、海板のテレスコピックですね。そして、こちら、上位板。大きな魚を釣るときの浮き釣り用の竿なんですけど、ご覧の通り、テレスコピックに比べると、ちょっとね、若干竿自体は短いんですが、非常によく飛びます。頑丈にできているので、少々強めにスイングしても、そのスイングに耐えられると、遠心力に耐えられるということなんです。で、さらにですね、一番もうお値段が張る竿を見に行くと、竿の詳細の2番目、ラインウェイト、これラインのテスト値に、イコールなんですけど、だから見てもらうと、31.5kg、31.5テスト値のラインまで使えると、非常に太いラインも飛ばすことができるっていうことです。でですね、浮き釣りで必ず触れておかないといけないのが、当然ですね、浮きですよ。ボバーで、浮き、さまざまな種類があるんですけれども、この浮きでどこを見ないといけないのかっていう詳細なんですけど、特に見てほしいのがですね、下から2番目、上から4番目のこのマックスフローティングウェイトっていうところです。これよく見ると、ハイ、ミディアム、それからこのなんかロー、X ローとかございますけど、これどういうことかっていうと、浮力なんですが、この浮力イコール、浮きの重さと思ってもらってもいいと思います。どういうことかっていうと、マックスフローティングウェイトがローって書いてるものは、なかなか遠くに飛ばない。で、逆に、マックスフローティングウェイトがハイとか、あとは X ハイなんてものは、浮きそのものにも重さが、ありますので、遠くに飛ばすことができる。そして、このマックスフローティングウェイトっていうのは、そのまま訳していいんですけど、浮力、イコール浮力。だから浮力がハイとか X ハイっていうのは、非常に浮力が強いので、少々大きい重さのある餌にも耐えられる浮きっていうことになります。具体的に言えば、シャイナーズであるとか、ラージミノーとか、ラージカットバイトっていう、ちょっと重みのあるものっていうのは、必ずこのマックスフローティングウェイトがハイ以上のものでないとダメです。ただ、この辺のミディアムギリギリ大丈夫だったかな、ちょっとよく覚えてないけど、ローとかっていうのはもう絶対にダメ。多分ミディアムダメだったと思う。X ローとかもとんでもなくダメってことですね。形状見てもらうと大体わかるとは思うんですけど、おすすめなのはね、このカービーっていうやつ。これもう非常にね、使い勝手がいいです。
遠くにも飛ぶし、重たい餌にも都合がいいし、かといって軽い餌でもちゃんと浮きが立ってくれるので、まあ、おすすめですね。で、まあ、一応は説明しとこうかな。月のマークがある浮きっていうのは、夜用の浮きですね。ナイト用の浮きっていうことです。まあ、あまり、そうですね、使いますね。でね、もう一つ、このね、お名前のところが、スライダーミディアム、スライダーヘビーっていうふうに書かれているもの。これ非常にね、特徴がありまして、何かっていうと、通常の浮きは、浮き下の長さを2メートル50センチしか取れないんですけど、このスライダーヘビーとスライダーミディアムは2メートル50以上取れるんですよ。特にスライダーヘビーっていう浮きは、最大で5メートルだったかな、浮き下のレンジを長く取れます。まあ、浮き釣りっていうのは、浮きから下の長さがもう本当に全てになるんですよ。まあ、例えば10メートルある深さのところで魚がいる層っていうのがちゃんとありましてですね、まあ、そこの方を泳いでるのが好きな魚もいれば、逆に上層部を泳いでいるのが好きな魚もいるわけですよ。だから自分が狙いたい魚に合わせて浮き下の長さを調節しなきゃいけないんですけど、まあ、このスライダーっていう浮きに関しては、まあ、だから、まあ、浅場から深場まで一応ね、使い勝手がいいってことで、私非常にね、おすすめの浮きです。で、浮き釣りに欠かせないものは、浮きともう一つはですね、フック、針ですね。で、ここのターミナルタックルのところの、どの針を使えばいいのかと申しますと、このね、まあ、シンプルフック、それからバーブレスフック、まあ、カープフックもそうなんですけど、これはカープ、こいつり専用の針になるので、まあ、これもね、餌釣りで使うから、まあ、一応これも含めとこうか。この上の1、2、3が餌釣り用に使う、まあ、フックになります。じゃあこの下のオフセットフックが何っていうと、これはね、以前ちょっとお話しましたけど、ここにあるリグっていうね、ワームを使うとき専用の、リグっていう、糸のこうセットになってるやつの針です。だからこのオフセットフックっていうのは餌釣りに使う針ではないということを覚えておいてください。で、シンプルフック、バーブレスフック、まあ、カープフックはちょっと置いといて、カープ専用なので、このシンプルフックとバーブレスフックの違いは、針に返しがあるかないかです。こちらの方は通常の針、返しがある針で、バーブレスっていうのは、針に返しがないタイプ。まあ、この針、どちらがそのいいのかっていうのは、まあ、以前ちょっとね、針の説明してるので、そちらを見てもらうといいんですけれども、まあ、基本、バーブレスフックっていうのは、ファーストアタックの時に、引っかかりやすいと。返しがない分スムーズにね、抵抗なく魚に刺さるっていうことです。で、このシンプルフックっていうのは、ファーストフックはね、返しがある分魚がちょっとね、嫌がったりしてね、ファーストアタックで引っかかるっていうのがバーブレスフックに対してこちらの方はちょっと弱くなります。ただし、まあ、返しがあることによってメリットは当然あります。魚がかかった後に返しの部分が魚の口に引っかかって釣れた後暴れてもなかなか魚が外れづらくなる。だけどバーブレスっていうのは返しがないから、釣れた後魚が暴れると針外れしやすくなるっていうのは、まあ、デメリットもございます。まあ、ちょっとお好みに応じてね、使い分ければいいと思います。私はバーブレスフックをお勧めします。なんつったってかけなきゃいけないんだから、ファーストアタックでかけやすい針、バーブレスフックの方が、まあ、釣りしやすくなるんじゃないかなっていうふうには思います。お分かりいただけますかね。で、あと、まあ、浮き釣りで、まあ、使わないんだけど、餌釣りでは使います。このコモンベル。まあ、竿の先に取り付けるベルですね。釣れた時にチリンチリンってなってくれるので便利ですよっていうことです。あと、ここ、シンカーなんですけど、これ、重り、ですが、どの重りを餌釣りで使えばいいかっていうと、シンカーの項目3つありますが、この上のシンカーと書いてるもの、これだけです。餌釣りで使う、重りっていうのは、それぞれね、自分の使ってる竿に、重りの上限値がございますので、それを見て、重りを買うといいと思います。まあ、ちなみにですけど、上限値より低い、値の重りに関しては、ちょっと遠くに飛ばなくなるっていうだけで、特に支障はございません。竿にある上限値以上の重さのフック、進化っていうのは絶対に取り付けちゃダメ。投げたら竿が折れるから。
そうですね。まあ、ちょっとね、パッと見2種類のこの形状がございますけど、まあどちらもね、俺使って検証したんだけど、さして差はないんだけど、ひょっとしたら差があるのかもしれないかなとは思うんですけど、うん、まあ形状で考えたら抵抗が少ない分、こっちのちょっとね、穏やかな丸になってる方が遠くに飛ぶのかなと思うけどね、そうでもないですね。まあ、進化ってことです。さあ、餌釣りに関して浮き釣りのことをちゃちゃっとご説明したんですけど、次餌釣りはね、もう一つ、フィーダーフィッシングっていう釣り方がございます。フィーダーフィッシングとは何ぞやっていうと、フィーダーっていうのは巻き餌カゴです。だから巻き餌カゴに巻き餌を詰め込んでぶん投げると、そしたら巻き餌に釣られて魚が寄ってきて、本当に針がついている餌も食いついてくれやすくなるっていう、まあ、そういう釣り方ですね。で、フィーダーロッド、フィーダーカゴで釣るからっていうことで、フィーダーロッドっていうお名前のこの竿がございます、ね、でこのフィーダーロッドの特徴は、竿の詳細の一番下、クイバータイプっていうふうに書かれてございますが、まあ、竿先3本あって自分のお好みで使い分けることができるってことです。 OZ っていうのはオンスってことね。例えばこの竿であれば2分の1オンス、それから1オンス、2分の1と1オンスっていう3つのね、硬さの竿を自分でお好みで使い分けることができる。まあ、ぶっちゃけね、どれ使っても一緒で、フィーダーロッドっていうお名前になってますから、当然フィーダーカゴを使って釣る釣りなんですよ。でね、フィーダー、つまり巻き餌カゴってどこにあるかっていうと、ショップのね、このターミナルタックルのフィーダーっていうところにあるんですけど、フィーダーもたくさんこう種類がございます。ケージフィーダー、メゾットフィーダー、 PVA で、スポット、これちょっと後でね詳しく説明します。で、このフィーダーロッドに使える巻き餌カゴはこのケージフィーダーだけです。このケージフィーダーっていうのが通常フィーダーカゴっていうふうに思ってください。でこのケージフィーダー2種類ございまして、オープンフィーダーとクローズドフィーダー、蓋なしと蓋ありのフィーダーカゴがございます。この特徴は、蓋がない分は巻き入れて水にポチャッと投げ込んだら即巻き餌が拡散されるので就業能力が高い。でこちらの方は蓋がついてるから水に入れてもあまり拡散しない。だけど、まあ、蓋がついてところどころ穴がありますけれども、そこからゆっくりと巻き餌が出ていくので瞬発能力はないんだけど長時間にわたって就業できるっていうメリットがございます。それだけではよくわからん、まあ、単純にですよ、こちらのオープンフィーダーは浅場でのフィーダーフィッシング。だって投げた途端餌が拡散されるからね。でこちらの方は蓋がついている分、投げてもカゴの中の餌が拡散されないから、その状態で深いレンジまで落としていって、ボトムにポチャッと落ちた後ゆっくりと巻き餌をここから出すっていう意味で、深いところでフィーダーフィッシングするならこちらのクローズドフィーダー、浅いところでフィーダーフィッシングするならこちらのオープンフィーダーっていうふうに使い分けてください。でこのフィーダーカゴっていうのは実は重りの役割も果たしてます。だからそれぞれにグラム数の形状がございますね。だからフィーダーカゴ使って釣るのであれば進化を取り付ける必要はございません。フィーダーカゴそのものが進化の役割もしているからっていうことですね。で次、あ、ちなみにもう一個言っとかないといけない。このねフィーダーロッドっていうのは実はフィーダーカゴ専用と歌ってはいるものの、フィーダーカゴなしでも釣りができます。だからフィーダーカゴの代わりに先に紹介したシンカー、重りですよね、あれを取り付けるんですよ。すると、まあ、通常のボトムフィッシングになります。フィーダーがないからね。だからフィーダーロッドと歌ってはいるものの、フィーダーカゴを必ずしもつけないといけないということではございません。フィーダーカゴなしで重りだけで釣ることもできます。だからボトムフィッシングと併用ができると思ってください。で次ですね、ボトムロッド、実はですねこちらのボトムロッドもフィーダーカゴを取り付けて投げることができます。
だから名前はボトムロットってなってますけど、フィーダー取り付けたらこれもフィーダーロットになります。で、このボトムロットに付けられるフィーダーカゴっていうのも、こちらのフィーダーカゴの中のメニューにあるこのケージフィーダーだけになります。だから、浮き釣り用には上位版と下位版の竿があると言いました。テレスコピックが下位版、マッチロットが上位版。ボトムロットにも、まあ、あるいはフィーダーロットにもっていう言い方してもいいんですけど、上位版と下位版があるっていうことです。このフィーダーロットっていう名前のは、小物釣り用の、フィーダーカゴ釣り、あるいはボトム釣りに利用して、こちらのボトムロットって書いているものは、大物釣りのボトムロット、あるいはフィーダーロットになるっていうふうな解釈です。だから俺は思うんだけどね、まあ、あえてこのフィーダーロット買うんじゃなくて、もうボトムロットだけで、まあ、フィーダーカゴも付けられるから、こちらの竿だけ買っとけば、フィーダーロットはどうだろうな、あえて買う必要ないのではなかろうかなんて思ってはいますけど、まあ、それはちょっとね、個人の、思いで、買ってください。よろしいでしょうかね。で、さあ次ですけど、まあ、餌釣りではカープロットというものがございます。これちょっとね、変わった、まあ、仕様なんですけど、あくまでもゲームの中でのお話ですよ。カープロットっていうふうになっているロットには、カープ専用のターミナルタックルしか使えません。だから、例えば、このカープロットに、針をね、まずは取り付けようと思ったら、こちらのカープフックしか取り付けることができません。おかしな話ですけどね、まあ、ゲームの仕様だからしょうがない。そして、このカープロットに、まあ、重りを取り付けようとした場合は、実はこれは普通のシンカーで大丈夫です。で、じゃあカープロットに巻き餌籠を取り付けるのはどうなのっていうと、実はできます。できるんですけど、取り付けられるのはカープ専用の巻き餌籠っていうことで、実はね、この2種類、メゾットフィーダーと PVA、これがカープで使える巻き餌カゴになります。実際カゴじゃないんだけどね。で、まあこれもざっと説明しますけど、メゾットフィーダーっていうのは、これ一軸のような形してますけれども、ちょっとこれパッと見わかりませんけど、裏にね、鉛がついてて重りの役割も果たしてます。だからそれぞれにグラム数が出てる。でね、これのっぺりとした平らな装置なんですよ。装置っていう大したもんじゃないんだけど、でね、巻き餌団子を自分で作ったら、この上にペタッとこう置くんです。貼り付けるんですよ、巻き餌を。そしてワイヤーであるとか紐であるとかっていうものでくるくる巻きにするんです。ちょっとそういう変わったね、装置です。型やこちらの PVA っていうのは、まあ、簡単に言えばオブラートです。水の中に入れたら、長時間経つと溶けてなくなるオブラート状のナイロン袋と思ってください。で、オブラートのナイロン袋なので、オブラートのような、まあ、ナイロンのような、まあ、袋ですから、この袋自体には重りがありません。重さの概念がないので、こちらの袋を使う場合は、巻き餌籠としてね、使う場合は必ずシンカーと併用して、竿に取り付ける仕様になります。ちょっとね、変わったね、巻き餌袋になります。ただ、メゾットフィーダーと PVA がある。これ、使い分け実はした方がいいんですよ。で、どういうことかっていうと、このカープのボトムフィッシングも、メゾットフィーダーっていうのは、基本的に浅いレンジで使う巻き餌装置。なぜかっていうと、巻き餌団子を直接このビワみたいになっているところにペタッと貼り付ける、そしてロープでくるくる巻きにする、ワイヤーでくるくる巻きにするっていうものだから、水に投げ込んだ時にもう直接巻き餌が水に触れちゃうんですよ。だから水に入った途端、巻き餌がもうぐじゅぐじゅぐじゅってこう崩れていくので、なるべく浅いレンジで使う時のカープフィッシングのその巻き餌装置ですね。型や PVA っていうのは、まあ、オブラートみたいな素材とはいえ、水に入れてはすぐには溶けません。結構溶けるのに長時間かかるから、水深のあるようなところにこうポチャッと投げ入れて、ボトムまで着底する間にはこのナイロン袋は溶けないんですよ。ボトムに着底してしばらくするとゆっくりゆっくり溶け始めるので、そういう意味で
そのなるべく深い、水深で巻き絵カープフィッシングをする場合に、まあ、使うっていうことですね。だから使い分けとしてはこのメゾットフィーダーは小釣りですよ、浅いところで釣る巻き絵で、 PVA っていうのは深いところで釣る巻き絵っていうことです。お分かりいただけますかね。で最後ね、餌釣りっていうわけではないんですけど、餌釣りで使う装置、そう思ってください。それにスポットロッドっていうのがございます。これね、以前ちょっと私も勘違いしてたんですけど、あえてここでね、このスポットロッドは釣りに使う竿ではございません。だから気をつけてくださいね。なんか硬そうで丈夫な竿がある思って買うても、これで釣りはできません。これは何かというと、スポットっていう特殊な形状をした巻き絵かごを投げるためだけの竿です。でそのスポットっていう名前の特殊な形状をした巻き絵かごっていうのがこちら、フィーダーの項目の一番下にあるスポットっていう巻き絵かごです。ロケットの形してね、で水に着底したと同時にパカッとこのセパレートになっている部分が開いて、中に入っている巻きがパラパラパラーっと落ちるんですよ。これを投げるためだけの竿なんですよ。そんなものいるのかいっていう話なんだけど、まあ利用法によっては随分と釣果が変わってきます。例えばカープフィッシング、あるいはまあボトムフィッシングでもそうだけど、活性の悪い時間に投げてずっと待っててもなかなか釣りはしないんですよ。浮き釣りもしっかりだけどね。そんな時にあえて投げる、拡散させる、また投げる、拡散させるっていうのを、巻き絵がある限り何度でも連続して巻き絵をそこに打ち込むことができるんですよ。しかも遠くにね、ぶっ飛ばして投げるわけだから、なのでまああの利用価値はありはするんだけど、まあよほどお金が余ってしょうがないっていう人が買えばいいんじゃないかなと思います。俺は一回も使ってないけど普通にまあ釣れましたからね。ちなみにこれね、リールを取り付けて使うことになります。取り付けるリールはスピニングリールです。ちょっと説明が前後しましたけど、基本的に今説明したテレスコピック、マッチロッド、フィーダーロッド、ボトムロッド、カープロッド、スポットロッド、餌で使う道具には全てリールはスピニングリールの仕様というふうになります。わかりいただけますかね。で、餌釣りで使うリールとルアー釣り用で使うリールの違いっていうのは以前ちょっと説明しましたから、ここではちょっとあんまり深掘りしませんけど、まあ、単純にですね、リールの項目の上から2番目のリカバリー、ここの、1回ハンドルを巻くとどれだけ糸を巻き取るかっていう数値の高いやつ、だから100とかあるやつは、大体まあ浮き釣りとかボトムフィッシングに、使う、まあ、リールだよということと、あとは形状ですね。糸を巻きつける部分、ちょうどこのリールの赤く色付けされているところ、ここをスプールっていうんですけど、このスプールが糸を巻きつける部分なんですけど、このスプールの形状を見て、こういう形状、ちょっとね、これね、まあ、これを通常とすると、これに対してこちらスプールがちょっとひょろ長いでしょう。あともっと顕著に分かりやすいのが、高い値段のやつだったらね、ちょっとこんな風にね、まあ、明らかにスプールがひょろ長いじゃないですか、これもこれも。に対してこれはスプールがちょっとね縮まってるでしょ。だからスプールの形状を見て、この縮まってるやつはだいたいまあ、ルアー釣りなんだなっていうふうに思って、このスプールがこう広長くなってるのはだいたい浮き釣りとかボトム釣りに使えばいいんだなっていうふうに思っていただいていいと思います。ただしまあ通常のねスプールの短いこういうのをつけても全然問題はありませんのでね。でこれなんか特にスプール短くてルアー釣り専用のリールに一見見えるけど、リカバリー120ってとんでもない速さで糸巻くので、まあ、こういうのをね浮き釣りとかボトムフィッシングに取り付けるとリカバリー速度が速いからちょっと楽だったりはします。ちょっとパッパッパッと早回しで言いましたけど、まあそんな感じね。あと最後はまあ直接、まあ、餌の説明もざっとしておきましょうか。餌は全部で4つあります。まず穀物類ね、で次が虫類、虫とか昆虫とかね、ちょっと昆虫嫌いな人はねちょっとドン引きしそうですけど、で、お魚類ですね、お魚エビとかね新鮮なもので、最後は、ボイルサンドペレット、もう主にこれは小釣り用の餌ということになります。で餌を買う場合ですね、
例えば狙いたい魚っていうのは餌の項目ごとにちゃんと書いてございます。例えばこれだったら右側の餌の項目ターゲットフィッシュと書いてありますよね。でその横に、まあ、ブルーギルであるとかトラウトある、あるいはキャットフィッシュって書いてますので、大体の目安でこれは使ってもらうといいと思います。まあここに書いてない魚も釣れますからね、その限りではないので、あくまでもおおよその目安として、まあ、こちらをこう購入するといいと思います。で餌によっては例えばね、こちら300ドルでスモールミノーが10匹で、こちらは同じ300ドルで、卵が25個っていうふうに値段に応じて中に入っている個数が違ったりしますので、ちょっと俺全部10個あると思って買ったんだけどみたいなことにならないようにねしてください。そして、まあ、コインで買える餌、まあ、これなんかねコインでしか買えないシャイナーズとなっておりますが、レベルが上がるとレベル5の状態ではコインでしか買えないけど、レベルが19になるとお金でも買えるっていう風なものっていうのが何個かございますので、慌てないでレベルが上がったら買うっていうのも一つの方法ですからね。コインは貴重ですから、まあ、そんな風にして、餌をチョイスするといいんではないかなというふうに思います。まあ、取り急ぎだったのでざっとしましたけど、今回は餌釣りについてのご説明でした。まあ、これでもちょっとわからんぞということがありましたらね、遠慮なくまた YouTube の詳細した、コメント欄にコメントをいただいてですね、こういうこともちょっとお前知ってる限りで教えろよということがございましたら、またよかったら、コメントしておいてもらえれば助かります。というわけで、BB でした。皆さんより良いフィッシングプラネットライフをお送りください。それでは。